安倍安倍政権倒せ、安倍安倍安倍政権倒せ。 OK、 はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いよいよ戦いの拠点がオープンになります。私はこの事務所を新しい政治を切り開く東京12区の希望の事務所にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。つい先日私のホームページがリニューアルされました、はい、ご覧になっていただいたでしょうか。今日持ってきているのでちょっといいですか。これです。見えますか。ご覧になれますか。見ます。真っ赤のホームページ、そして写真はリーゼントの私です。そうです。これもこういう姿も私の一部ということで、ロックな一面もあるということで、トップ画像にいたしました。で、勝ちに行く構えがもう満ち満ちているホームページになっています。ツイッターやSNS 通してもいいじゃんこれと、こういう国会議員作ろうぜという好評をいただいております。そして先日は、出ませんが、Facebook のページも新しく作りました。政治家ページというやつで、誰でもいいねっていう、まあ、できるんですね。誰でもアクセスができる公開されたページになってます。今400いいね、要は400人の人がこのページいいねってこう思ってくれてポチッと押してくれたということでですね。何ですか。昨日からですね、はい、ということで注目されています。そして私のツイッターの方も、候補者として発表されて以降フォロワーの方々がだいぶ増えて、インターネット上でも日本共産党への注目が集まっていると、動向にチェックじゃない注目が集まっているということを実感しています。ネットだけじゃないんですね。今東京12区を走り回っていても街の激励の熱さ、強さというのを実感しています。昨日は王子駅でやりました。17時から18時というちょっとこう暗がりの中で候補者がどこに立っているのかがわからないような状況ではあったんですけど、声を頼りに有権者の方々がキョロキョロしながらどこにいるんだろうと探してくれると、そして持っていた池内リーフもあっという間にはけてしまってなくなってしまったと。さらに会釈で挨拶してくれる人とか、あと手を振ってくれる人で、迷ってはいるんだろうけれども私の猛烈な手振りにニコッとしてくれるそういう方々にも出会いました。で、少しでも合図を私に送ってくれた人にはとにかく駆け寄って握手をして必ず勝たせてください、はいはいはい、念押しのこの活動も全力でやっています、はい、そして今日は足立区で午前中やりました。舎人、また矢沢家、見沼台浸水公園で、スーパーの近く、舎人の、うん、そこでやった時には、うん、消費税のお話をすると、うん、と道を通る、うん、高齢者の皆さんがみんなにっこり、うん、でちょうど目の前に、うん、公明党 のポスターがあって、うん、その前でなんかこういろいろ喋ってる人がいたので私が軽減税率なんてやる暇あったら消費税増税ストップさせましょうってこう訴えるとさーっと引いていく面白い一幕もありましたそして見沼台浸水公園では、ここは日暮里舎人ライナーというモノレールの駅なんですけれども、車の通りの方が多くて人の通りがあんまりないんです。で、だけどやっぱりハンドマイク宣伝カーで音出してますので周りのお家には音が入っていると。で、宣伝カーに乗って次のところに移動するために走り始めたら、ちょっと離れたところからですね、お家の2階の窓が全開になって女性がこうやって手を振ってるんですね。ちょっとすると気づかないようなちょっと奥まったところでも私はしっかりとキャッチして手を振って、そしたら向こうが頑張ってくださいとこう言ってた、エールを送り合うという、やっぱり有権者の今熱い反応があります。そして足を止めて聞いてくださっていた男性がずっといたので最後私駆け寄って挨拶しました。すると、こんなにスカッとしたのは久しぶりだと、あなた絶対頑張ってねというふうに言ってくださったんです。で、私が実感するのはやはり今有権者は安倍自公政権の暴走に心底怒っている。この怒りを一体誰に託せばいいのか、どの党に託せばいいのか、そこにはまだ大きな迷いがあって、日本共産党の姿をやっぱり届けきるということが勝敗を分けるなというふうに実感しています。私は今度の総選挙、日本共産党の候補者として
5つの転換を語りに語って希望を広げていきたいと思います。まず1つに消費税 10% は先送りではなくきっぱり中止に、2つ目にアベノミクスの大失敗からの大転換ですね、大企業応援から暮らし優先へ、そして3つ目に憲法9条を生かした外交戦略で、4つ目に原発再稼働ストップ、原発ゼロの日本を、そして5つ目は米軍新基地建設反対と、沖縄の決意に応えられるように私はこの5つの点訴えに訴え抜いて12区12位、この希望の政策をとどろかせて頑張り抜きたいと思います。今度の総選挙はですね、日本共産党本当に頑張れば大躍進の可能性に満ち満ちた選挙です。東京12区で私が勝ち抜くということをきっと小林武史も応援してくれている。何としても勝ち抜きたいと思います。自公協力の象徴のような候補者には負けたくないですね、絶対に。そしていつなくなるかわからないような政党、今なんていう名前でしたっけ、あんな政党にも負けるわけにいきませんね。で、今日の夕方突然の立候補表明、次世代の党でも政治の中身は旧世代、そういうのも負けられない。慰安婦問題では私の宿敵のような人ですね、絶対勝ち抜きたいと思います。東京12区で風穴を開ける、そして比例で日本全国で大大大躍進を皆さんご一緒に切り開きましょう、はい、比例東京ブロック、笠井明さん、宮本徹さん、そして私池内沙織も重複立候補、まとめて国会に押し上げていただきますように皆様に心からお願いを申し上げます。吠えて吠えて吠え抜く選挙、私も頑張ります。共に勝ちに行きましょう。よろしくお願いします。